韓国で執行猶予中に麻薬投与容疑で立件された元歌手練習生で YouTuber のハン・ソヒが自身に対する否定的なイメージを正直に認めた。ハン・ソヒは16日午後、YouTube チャンネルソヒコパスにエピソード1ハン・ソヒというタイトルの映像を公開した。映像でハン・ソヒは自己紹介をし、私を知らない人がいるの。悪名高い私を。と述べた。続けてニートとして生きていると近況も付け加えた。ハン・ソヒは自身の評判をどう考えているかを問う質問にほとんどの人が私をよく思っていないから。評判は良くないと思うと答えた。続けて一般の方々が私を思い浮かぶとき、悪いでしょう。記事でだけ私に接しているから。記事はとても刺激的だからと自評し、麻薬。同性。YG。といった自身との関連ワードを並べた。また私のことはあまり知らないかもしれない。なぜなら、ほとんどの記事は芸能人たちとどれどれ、という内容だったから。20代や30代には私の姿はめちゃくちゃ、そして狂ったやつと述べ、私も記事だけ見ると、本当に狂ったやつだとまみえることもあると打ち明けた。有名税に関する考えも明かした。ハン・ソヒは初めは不思議だった。2017年にライブ配信をした時は検索後1位になった。2から3年経つと、うんざりする。辛いしムカついた。あ、また。そんな気分だった。はじめは悪い関心にしろいい関心にしろ、気分は良かったと話した。ハン・ソヒはまた、毎回話題となっていた SNS を削除した背景に触れ、おじさんがしたこと。家族としては、SNS で異臭になるのが嫌だったみたい。どうやって脱退させたのかはわからないと明かした。ハン・ソヒは2012年、歌手練習生として MBC 偉大な誕生賛に参加している。現在夢はないとする彼女は歌いたいという思いは常にあった。でも、年齢もそうだし、いろいろと考えると大衆のイメージが悪いし、不可能だと思うと伝えた。日本の元陸上競技選手為末大さん。韓国バレーボールの双子姉妹が中学時代のいじめで代表資格を剥奪されたことをツイッターで触れ、日本のスポーツで同じような事例が出てきたとき、どのような判断をし、どのようなメッセージを出すかの用意は各協会しておいた方が良さそうですとの意見を示した。俳優のソンジヌ、日本人の妻と娘を公開し、韓国で話題に。16日に放送された MBC 写真整理サービスフォーンクレンジング第2話にて、結婚6年目。ナンタの日本ツアーの時に知人の紹介で出会う。TWICE、大根シリーズフォトブックの韓国での個別売上ランキングが発表される。9位チェヨン、8位ジュヒョ、7位モモ、6位ツーイ。5位ジョンヨン、4位ダヒョン、3位ナヨン、2位ミナ、1位サナ。